カモダカツオカモダカツオは日本の野球監督。新居浜商工や法政大学で監督を務め、1980年代の法政前世紀を支えた。愛媛県立新居浜東高等学校を卒業後、法政大学に進学し、法政大学野球部に所属する。選手としては主に保守であった。大学卒業後、故郷である新居浜市に戻り、新居浜市立。 新居浜商業高等学校野球部監督として、1975年に片岡泰造や鈴木俊之を要するチームを率い北四国大会を突破して、夏の選手権大会へ初出場を果たした。同大会では、決勝で奈良市の高校に、さよならで惜杯するも、準優勝している。1978年から、法政大学野球部の監督を務め、 1980年秋の6大学リーグ戦で監督として初優勝。1982年には田中富夫、木戸克彦のバッテリーと西田真二という同年のドラフト会議でいずれも1位、指名される3選手を要して春のリーグ戦を10戦全勝で制し、自身初の出場となった全日本大学選手権でも優勝している。 1984年、1985年には、全日本大学選手権を連覇するなど、同野球部の全盛期を支えた。歴代法制大学監督の中でも156勝で、最多勝ち、最多優勝回数、最多勝率、725の3部門で1位、東京六大学野球の監督で、全勝優勝を2回達成した、唯一の監督である。また、 上記の1982年の3人を含め、監督として、通算31人のプロ野球選手を輩出した。この間、日米大学野球選手権大会では、第11回と第13回、第14回で監督を務め、ロサンゼルスオリンピックでは、日本代表のコーチとなっている。1八十六年で、竹内明文に、法制の監督を引き継ぎ、 1987年からは、日本 IBM 安野監督に就任。同年の都市対抗で、同社野球部を初出場に導き、1990年も、同大会に出場。なお、いずれも、初戦で敗退している。1980年全勝優勝同和で左、1982年阪神ドラフト1位、木戸勝彦右、鴨田監督左、 1982年、広島ドラフト1位、西田真士右、鴨田監督1984年、ロサンゼルスオリンピック金メダル獲得、IBM 監督を退いた後も中頭町に住み、2002年10月に、心不全のため逝去した。ありがとうございます。